子供の自分からこの美容という仕事が好きで、ちょうど15歳で集団就職で住み込みでサロンに入って、そして通信教育受けて美容学校を卒業しました。和歌山市内の方でお店開店しまして、で15年ほど営業してて、そして生まれがこちらなんですよ、龍神の方なんですけども、でこちらへ帰ってきまして店舗構えました。母方の実家で育って、早くから自立して生活をしたいというふうに思ってましたので、高校卒業して大阪で親戚のうちで修行しながら、夜は夜間の美容学校に行って、免許を取ってやれやれという時に、先生が病気になったので、何もできない私に店を任されて、10年間介護と療法をなんとか勤め上げました。でその後転々と、パートに出たんですが、やっぱり仕事をするには自分の自立した方が楽かなというような考えで、ここでお店をすることに決めました。若い時はやはりいろんな迷いもちょっとあったし、技術面もやはりコンクールとかあいなにね出る、そういうことも大事やなと思いましたし、その結婚するとちょっとそこら辺りが難しいところがあるわね、やっぱり家庭と両方やから、そういうことはちょっと悩みましたね。45、6の時にちょっと体調を崩して、それでも仕事は続けてたんですけど、この仕事をするためにとりあえずその体力を維持したいというのがもうあるので、10年間マラソンも走ってましたし、色彩の学校も50代で18や20歳の若者に混じって、2年間お店1日余分に休んで勉強に行きました。最初は自分の生活のためにこの職業を選んで、でも今は自分の生きがいのために仕事をしてるというふうに気持ち的には変化してると思います。人と人とのその付き合いっていうんですか、もうすごく濃いんですね、この仕事は。意外とお客さんってお家ではこう言えないことでも意外と心許してお店来られたら、いろんなお話、愚痴とかいろんなお話ししてくださって、お付き合いも長いから、やっぱり人生のいろいろね、お互いに置いていく様が見えて、とても充実したいい仕事だなと思います。いくつになってもこの仕事は続けられるんで、若い時って本当にそんなに思わない仕事に関してね。でも私みたいな年齢になってくると、やっぱり仕事が元気で定年もなくできるっていうのがすごい魅力的だと思います。自分がどういう美容師になりたいかいうことを明確に考えてる人は続くかもしれんけど、いい加減にもうファッションとかもう華やかなことだけに憧れてなった人はあんまり続かないかわからん。ちょっと先のことをな考えて、自分どういう美容師になりたいか、将来お店持ちたいのか、そうでないのか、別にそんなにお金を儲けてどうのこうのじゃなくて、やはり自然に喜んでもらえることをしてると自然についてくるもんやからね。好きやったら絶対長続きさすいうこと、それがやっぱ将来自分の幸せにつながるし、喜びに変わる、これは絶対やわ。私この年になってつくづくそれは言ってあげたいなと思います。先を決めない、やれるとこまでやり続ける、そのために自分の体精神をもっともっと磨いて、いろんなことに挑戦したいと思ってます。
男女問わず美しくなりたい思ってる人世の中みんなやしね、全てやからね、それに関われるいうことは本当に幸せなことやんか。私もこれね、この年になって関わらせていただいて感謝の一言でございます。何しろもうお見えになった時と帰られる時っていうのはもうお客さんの顔も全然違うし、綺麗になったよって喜んで帰っていただけるんで、もうそれが一番人様に喜んでいただける大好きな仕事っていうことですかね。